皆さんこんにちは、こんばんは。じっちゃんのさ、これは GoPro、 何だった GoPro の何ペン、もうこれ書いてないか分かんないんだよね。で、これのさ、電源ボタン、電源ボタンのね、ここに防水みたいなゴムみたいなね、電源ボタンの上についてたんだよ。それがね、劣化したのかな、ダメになったんでね、どうしようかなと思ってホームセンター行ってね、使えるようなのを買ってきた。で、買ってきたのがね、プレーンゴム、薄いやつだね。これでね、代用できないかなと思ってね、買ってきたんだけど、どうなんだろう。これを切ってやってみようかな。幅がどれぐらいかな。ここだから、これぐらいか、これぐらいで、こっちが、こっちが、この幅がこれぐらいか。もう防水がダメかな、これはね。もうこんななったらね、どんな風にはまってたんだろうね。もうね、あの、破けてね、ダメになったんだよ。これをちょっと切ってみるか。そう切って、大体でいいかな、こんなもんかな、こんなもんかな。ちっちゃいな。これでハマるかな。あ、なんかちょっとちっちゃかったかな。なんかぐちゃぐちゃになってるね。もう一枚切ってみるか。歯がダメなのかな、カッターの歯がダメなのかね、折れない。え、こっちじゃない、こっち、こっちだね、反対だった。これでどっちだ、こっちか、こっちで、ゴムだからね、切りにくいよね。あ、粘着のあれが取れてしまった。粘着の紙が取れたね。これではまるのかな。大きさはだいたいこんなもんだよね。大きさはいいけど、粘着が、これは大丈夫かな。ちょっと入る感じで、入ったけど防水的にはもうダメだろうね。入るね。
的にはダメだろうけど、まあでもこんなもんで大丈夫かな。もうちょっと大きい方が良かったのかな。ちょっと押し込んどこうかな、端っこをね。端っこをちゃんと押し込んどこうかな。下がねちょっとボタンでさ浮いてるんで、こんなもんでいいかな。なんか出てる。いいのいいね。これでまたしばらくは。これはね、いっちゃんのさ、机の上でね、撮るようにさ、セットしてる GoPro なんだよね。よし。OK。これでね、多分まあしばらくは使えると思う。まあダメになったらさ、またこれをね切ってね貼ればいいと思うから大丈夫だと思うよね。はい、ということでね、修理っていう修理じゃないけど、今回はねじっちゃんの机の上にね設置しているGoPro の電源スイッチのさ、カバーっていうの、カバーがダメになったんで、ホームセンターからねこういうのプレーンゴムっていうのね買ってきて貼り付けてみました。一応ねケースにも干渉せずにね使えたから、セットできたから大丈夫じゃないかなと思う。以上、GoPro の簡単修理でございました。以上、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。